キャデラック XLR 及び XLRV とはゼネラルモーターズがキャデラックブランドで販売していたクーペカブリオレ型の高級車である。アランテ以来となる西イーターのロードスターであり、以前はキャデラックのフラッグシップを担っていたが、2008年秋に発生したリーマンショックの影響により販売台数が激減した。その後、 経営破綻した GM の再建を図るための合理化策により2009年春をもって生産が終了し、在庫販売のみ行われていたが、2010年に在庫販売が終了したことにより、キャデラックとしてのロードスターモデルは姿を消した。XLR は1999年の北米国際オートショーで発表されたコンセプトカー、エボークを発展させる形で製作され、 2003年の北米国際オートショーにて量産型が発表された。6代目シボレーコルベットと同じ GM-Y プラットフォームを使用するが、エンジンはコルベット用のオフエンジンではなく、STS や SRX と同じノーススター4.6リットル V 型8気筒 DOHC エンジン。最高出力 324PS6400rpm。 最大トルク 42.8kgm、4400rpm を発生する。このエンジンは、これはもともと FF 車用に開発された、ノーススターエンジンを FR 車用に改良したもので、吸気側に可変バルブ機構を備える。トランスミッションは5速 AT のみで、MT は設定されていない。駆動方式は FR。屋根には電動式のアルミニウム製。 メタルトップを採用し、開放的なオープンドライブと静粛性が保たれる、クーペでの走行を両立できる、ボディスタイルになっている。また、インテリアには、センターコンソールに関して、運転席と助手席のデザインが対象となる、デュアルコックピットを採用し、メーター周りとキーリモコンのデザインは、イタリアのファッションブランドブルガリが担当。スピードメーターの外側及びスマートキーに、 ブルガリのロゴが刻まれている。2004年3月、日本での販売を開始。価格は1150万円で、左ハンドル仕様である。当初は、右ハンドル仕様も開発される予定だったが、GM の経営悪化に伴い開発が中止となった。2004年度北米カー・オブ・ザ・イヤーに、アメリカ社として唯一ノミネートされたが、受賞は逃した。 北米では2007年モデルからトランスミッションが6速、AT に変更されたが日本では XLRV にバトンタッチされる形で導入は中止となった2005年2月5日スーパーボールの CM にチューンアップバージョンの XLRV が登場 MVP の選手には商品としてノーマルの XLR が送られた 2005年のニューヨーク国際オートショーで XLRV を正式に発表。吸排気系をチューニングして、スーパーチャージャーを装着したノーススター4.4リットル V8DOHC エンジンを搭載し、最高出力は 443PS6400rpm、最大トルクは 57.2kgm3900rpm に達する。 トランスミッションは6速 AT。エンジンのパワーアップに対応して、コレベット用の代行ーブレーキローターを装備する。2006年初頭に北米で発売されたが、価格は当初9万8千ドルだったが、10万ドルに値上げされ、GM で最も高額なモデルとなった。2007年11月3日、日本では2008年モデルとして販売を開始。 価格は1360万円。日本仕様の XLR は XLRV のみに統一された。ありがとうございます。